はい、皆さんこんにちは、ラスト1週間の過ごし方、最後の爪をしっかりと、一応講師山下、今から30分ぐらいですけどね、お話をしましょう。さてさて、皆さん、ここの冒頭にも書きましたけどね、最後の1週間で何しますか、決めちゃいましょう。これをやるって決めちゃいましょう。はい、逆にね、1週間で全部はできませんから、もうだからある程度も決めていこうという、そのストーリーでずっとここに書いていきます。実はね、この1週間って試験の合否を分けることになるかもわかんないんですよ。一つはね、気持ちの問題、それとね、最後にね、1週間っていうのはね、どこをやるべきかと決めて奥へも入らないこと、今までやったことをしっかりともう一回元に戻るんです。この話をしていきたいなと思います。ラストスパート、この1週間、多分私も大昔は受験生ですから、やっぱり嫌ですよね、試験が来るなと思うと。精神的にも一番こう重圧がかかる苦しい時に入るんですよね。なんか落ち着かないんですね。もう早く来い、もう試験来いっていう人もいれば、あともうちょっとってね。でも時はやってきます。でここでね、迷い道に入っちゃいます。ちょうど1週間前、もうあれもまだこれも、まさか机の上にね、どん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 教科書が積み重なっていってね、これもあれもこれ、これ一番いけない、これ一番やっちゃいけない、もう気持ち的にこう重荷がこう来るだけ。まあそこでですね、机にも座ってても落ち着かない日々があっと、それで1週間過ぎちゃうんですよ。そこでよろしいですか、皆さんの一番のライバルは誰ですかって言ったら、皆さん自身ですよ。自分でコントロールしていく。でこの1週間にやるべきことをこれからお話ししていきます。よそ見しちゃダメです。もうまっすぐゴール、本試験に向かって何をするか決めていくだけです。はい、さあポイント、試験の仕上げを間違えないこと、ここが今日一番喋りたいことですね。ここにね、基本に戻る、この言葉って結構ね、どんなあの試験問題もそうだし、いわゆるあのスポーツの世界でもよく言われるんだけど、私はそう思います。やっぱ基本に戻ることです。基本事項の再確認がしっかりできるかどうか、本試験で択一47点で合格できるということを知ってご存知だと思います。で私の講義初めて聞かれる方もいらっしゃいますので、ちょっと8ページを開けていただけますか。ここを説明しましょう。プレゼンターをちょっと使います。さてこれはね、私がずっと過去から、調べ尽くしているものなんですよ。ちょっと説明していきますね。平成17年から調べておりますけども、もう11年分ぐらいデータ作ってますけども、1、2、3って書いてありますね。これレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5というふうに一応分けましょう。でこのレベル1、レベル2、レベル3は正答率 75%、 1、2、60% から 75%、 3、40% から 60% ということで、このレベル3までだと大体そうですね、 40% から 60% ですから、ここで勝負が決まりなのかなと思いますけども、逆に1と2の非常にまあ割と簡単な問題というんですかね、これ合わせても去年見てください、これで38点入ってますよ。2、38点。でこれは試験が終わった後に回答問い合わせが来た、その学校で集計した数字なんですけどね。でもまあ去年56点ぐらいこれだと言っちゃうんですよ本当は。でも46点ぐらいでしたかな、合格点。この年によってちょっと違うんだけども、ここを抑えるんです。この3つが基本という意味です。こっちへ行っちゃいけません。レベル4とかレベル5の問題はもう出てもいいんだぐらいのつもりで、最終的に1週間をしっかりまとめていきます。難問と言われるものね、これに対してこちらの逆にここを抑えてきっちりきっちり白と黒でつけていってください。じゃあ戻ります。さあ手短にどんどんいきますね。でこの試験に仕上げを間違えないことで重要なのは基本とお話しました。試験日が近づくと時間がない、あの科目出題されたら自信がない、あれやこれやって言うけど、そんなことありません。この1週間にやるべきことは基礎の基礎に戻るだけです。ここです。
もう鬼門何門は完全無視です。もうやりませんこれ、はい、でもう基本に戻る。例えば、本テキストであればあの A ランキングのとこです。ここをしっかりとチェックすると、 A ランキングだけを一冊のテキストを見ていかれると多分1日1科目で仕上がっていくと思います。それ以上のことはやりません。1週間でやることだからね。で日程を決めてください。もうあらかじめ1週間の日程を決めて1日2科目でもいいと思います。そしてやるべき箇所を決めるんです。やるべき箇所を決める。例えばいや、やるべき箇所って一体何を決めればいいのかということですけども、一番最後の9ページを見てください。これです、私の提案。最後の1週間で確認すべき事項の、基本の基本。例えば労基法だったら明示すべき労働条件、解雇、サブロ協定、年中休暇、就業規則。安営法は衛生管理者、産業医、安全衛生委員会、まあ、それと健康診断はストレスチェックが入るのかなと。労災に関しては傷病、療養、休業、これも量はありますけどね。でもこれ一応5つベスト5だけ全部書き出しております。この中で気になる自分が抑えておかないといけないところをしっかりやるべきとを決めてください。簡単なスケジュール表を作ってください。じゃあ一般常識もどこをやればいいかというのを一応明示はしておきました。これ出題される確率が非常に高いところです。高いところ、ここに絞りました。こうやってまずやるべきことを箇所を決めてください。そして最後はですね、ここ知識の詰め込み作業に入ってください。詰め込み作業というのはですね、この発想です。読んでたらなんでこうなるんだろう、なんでこう書いてあるの、これやめます。どうするか、これはこうなるです、もうこれはこうなる、これはこうなる、このクエスチョンマークを全部外します。もうどうしてというのは考えません。これはこうなる、これはこうなる、これが詰め込みってやつです。本来はちゃんと趣旨があって法律の流れがあってこうなんだっていうんだけども、それはもう考えません。僕はよくね、白と黒とよく言う、囲碁みたいなもんでね、白と黒とこう分かれていきますね。それをはっきりしてくださいって言ってるんです。これは×、これは丸、これを詰め込み作業と言います。これをはっきりしていきます。で、空いた時間はもう全部勉強するぐらいの気合です。もう会社の関係、家事、睡眠以外はもう勉強だけです。はい、でこれも意外と有効ですよ。苦しくなったらね、ちょっと神社に行ってね、通常の5倍ぐらいの賽銭入れておけばいいと思います。気持ち楽になると思います。さあ、いきますよ。で、本試験は先ほど言ったように A ランキング、B ランキング、C ランキングとレベル1、レベル2、レベル3を見ましたけど、 65% できれば回答だという事実があるということ、それを忘れないこと。そして、場合によっては今言ったように丸暗記でももういいんだと、理解できない部分は誰でもあるから、もうそういうふうに割り切る。さあ、過去問に戻ってきます。もう飽きた方もいらっしゃるかもわかんない、やり尽くした方もいるかもわかんない。で、ここもね、3年分にも絞ります。もう時間がないんで3年分に絞ります。そして過去問も分かってる問題はやりません、やりません。はい、でこれもちょっとね、やり方説明しておきますと、過去問に戻るって言ったけども、また解くんですかというと違います。こういうやり方、一番1週間の勉強一番いいです。問題はもう少し解くんだけども、回答から先に見ていくんです。この話を聞きますよ。回答から、どういうこと、問題を読んでたらこう通常過去問って後ろにこう回答が出てきますよね。その問題を読まないで、もう回答のとこだけ見ていくんですよ。そしてその誤りのパターンだけ見ていくんです。丸はもう正解値なんだから、誤ってるのはどういうふうに相手は問題を作ってるのか、その誤りの箇所で3年が5年とかこれが×とか、それだけを見ていくんです。さーっと結構これで回せます。あと誤りのパターンが見えてまいりますからね。これ1週間が逆に効いてくるんですよ、このやり方はね、非常に効きます。はい、そして1日はね、大体3問ぐらいは選択式一応予想問題を解きます。一番利用できるのが模擬試験だと思います。はい、次行きましょう。で、重要数字、もう通常覚えてる数字はいらないですよ。あれ怪しいな、この数字ちょっと覚えてないな、これを見て、特にここ改正法、これに注意してください。改正法は数字も重要ですから。はい、それから夜型から朝型へ全部移行を変えます。それからこの時はね、朝少しお勤めの方は会社を早く出て、会社の近くのちょっとした
飲食店で時間を、でこれをね毎日繰り返していくとね、6、7時にすっきり目覚めるようにすると試験 の時間帯に体が慣れていくと思いますからね。で試験のね当日はね全力で電車の中でも暗記してください。これもね私の昔やった方法で今でも受験生に、お伝えしてますけども、だんだん絞っていくんですよ。もう本当に絞り込んで、それでもねだいたい紙1枚に収めてください。それ以上はもうレポート用紙何枚は無理ですから。でちょっと覚えてない数字が例えば、まあ例えばですよ、78万飛び900円だとかね、あれいくらだったっけなと、まあ、1万3200円とかなんかこんなの出てきたとしますよ。こういうね数字だけをね、どうしても覚えられないな数字だけこう列挙していく、置いていくんですよ。紙1枚にまとめるのがポイントです。どうしてもですよ、覚えられないもの、まあ、言葉の用語でも結構です。どうも覚えよく間違えるやつ、これをね1枚だけ紙に、私はね自分の体験だけど昔こうしました。ね、ずっとねもうその日も電車の中で見ました。で試験場についてもうブツ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 、あの自分で語呂合わせ作りながらブツ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 言っておりました。そしてね試験が開始って言われますね、始めて、パッと後ろ向けて白い余白が出てきますね。そこにブツ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 言ってたやつを全部私書きました。まず10個ぐらいですけどね、そんないっぱい書けるわけがないから、ずっと10個ぐらいこう書いていくんです。そして自分のこう浮いてるものを全部それに入れて表しちゃうんですよ。そしたらすっきりするでしょ。で問題を読みながらね、1問だけありましたよ。でもね取れましたけどね、実際こう問題を見てて、あれあの数字だと思ってひっくり返したら、今さっきブツブツ言ったやつも書いてますから、あこれだってこう取れちゃうんですね。そこまでね一点にこう 狙いに行くんですよ。だから当然試験の当日もやっぱりしっかり暗記はするんです。はい、次の話へ参ります。で合格の法則、勢いをとにかく何が何でも今年で決める。これはもう試験中もずっとそういう気持ちを、強い気持ちを持ってください。だからこの1週間は自分との気持ちでのこの気持ちをねとにかく高めていってください。はい、それから点数、これはもうゲームと割り切る。いかに点数を取るのか、いかに点数を取るのかというのは相手を知ること。今皆さんにお話した通り、後ろの方問題を見て誤っているパターンを勉強するだけでも随分違うと思います。あと基本事項、それから過去問を大事、ここもいきますよ。でやり残した過去問集があったらね、予想問題にもう罰をつけて削除していってください。例えば一つの問題集をまだ全部終わってない、第3回目の模試とかね終わってない、まあ、そういうふうに出てきたら A、B、C、D、E と、これが全部わからなかったら、全部わからなかったら全部罰にします。もう見ません、わからないんだからもう見ません。ところが2つまでいいまでを絞ってそれで2つの中で間違えちゃった、それはどうするんだと、これ消します。この2つだけを見ます。直前期は1週間でそこだけです、間違えたパターン、それかなりこう絞っていきますからね。はい、そういうやり方をしていきます。それから、続いて捨てる勇気、これは今お話した通り、多少気になるところはあると思います。これもある意味ではもう合格する最低必要だというふうにもう記憶、これを留めるんです。そして本番に強くなる話をしていきます。本試験においてはですね、まず100のあやふやなよりも50の完璧な知識で合格できることを常に私は受講生に皆さんに伝えております。そこでこうです、全く見たことないような問題を出してきます。初めてそういうものがどっかあったのかって、これでいいですか、動揺して舞い上がっちゃダメ。じゃあどうするんだというと、こういうふうにします。絶対出してきますからね、うわーこれは知らないなって。その場合はね、読んだ時に初めて見た、初めてって書けばいいんです。 B、 見たことがある、見たって書けばいいんです。それだけです。 C、 これも初めて見た、それでこれ見たことがある。そうすると見たことがあるものの中から選んでください答えを。
そうすると正答率が高くなりま す, です、ね、だから初めて見たっていうこんな単純な記号、ちょっと画面の写りが悪いみたいなんで A と B と C と D と E とあったら、これ初めて見ましたよって言ったら初めてって書けばいいんです。あるいは知らないって書けばいいんです。でこれは見たことがあるだとか見たことがあるだとか、こういう記号を横に書くだけです。そしてこの見たことがあるの中から選んでください。それしかありません。もうその方法が一番ね点に近くいい勉強になります。それから比較的簡単と言われる箇所に得点が隠れている。例えばこういうことです。五子択一5つあって、五子択一あって ABCDE と文章がずっと長くなっていく。短い文章から読んでいってください。短い文章から、そして短い文章の中に意外と答えがポッとあるケースが多々あります。多いです。でそこがガチッと捕まえたらそこで勝負です。そこで勝負です。はい、次いきます。頭とね、あの文末、これで答えが見つかることもある。これはですね、問題の解き方が最後の1週間でねちゃんと技法として、皆さんは問題を解くときに全部を多分読んでらっしゃる方が多いんじゃないかなと思いますけども、まあ5行ぐらいの文章だと最初に文末これを読んで、そして頭に行く文頭、ここに行くと意外と読みやすくなります。だから結論ができないって読んで、なぜできないのって読んでいったらもう答えで見つかることがよくあります。こういう問題の作り方もいっぱいされています。はい、それから誰でもできる問題、得点しなきゃいけない問題、これを見つけてください。だからみんながうなるような問題は取る必要はありません。で、ABC でいいというのを5問で問1問2問3問4問5とくると、難しい難しい、比較的簡単な問題、簡単な問題、難しい簡単な問題、難しい、こんな作り方していきます。だからもうずいぶん自分の頭の中が混乱しちゃった場合はポンといきなり 3,4 問飛んでもいいと思います。思い切って思い切って、それで意外と簡単な問題がポンとやってきます。それを取っていかれる。そうすると点数を取り始めますと自分の中で安心感が生まれてきます。あ、少し点数が取れてきたぞと。それで問題が今度落ち着いて読めるようになるんで、とにかくこう点数を取ること、点数を取っていくっていうこのことが自分がだん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 合格に近づく、ね、近づいてる感じが見えてきますからね。そういう問題の解き方、それから7割をしっかり書こう。で試験が開始されたらまずは最初ね全体を見て、最初から最後までパラパラパラでいいですから、ページ数を見てみる。だから60ページあれば、あ、長文混じってるなって。それから自分の得意なところから解いていってもいいと思いますよ。そして本試験中に2回悩んだ枝は捨てる。捨てるという言葉はちょっと表現的にどうか分かりませんけども、例えば3回2回読んでみた、んなてこれ何言いたいのこの人、よく分かんないな、もう1回、んその時点で時間がもったいない。いいですか、1回読んで普通はだいたい解けるようになってます。ところで2回読んでも分からない、じゃ3回目読みません。もうそういうの割り切っちゃう、最後の1週間ですかね、割り切っちゃう。そして確実に点数の基礎点を取っていく。今さっき言ったレベル1、レベル2、レベル3、これをがっちり取っていく。はい、それから本試験中でも捨て物があるんですよ。直前は言った解説の部分、これも説明しました。それから一点を大事にしていくね。それから注意しててもミスはある。これ意外と怖いのはね、自分が分かってるのに、違う記号に丸つけちゃったとかね、これ結構あります。本試験が独特な会場の雰囲気とかありますからね。はい、それから次行きます。じゃあ具体的に択一、まず今度の試験はこれでやるんだ、そして自分の知ってる範囲の中を選ぶんだ、これ大事なことです。先ほどから言ってるように自分の勉強した範囲の中から問題を解いていってください。そして問題をね、だいたい2時間で回すのが安心感があるんですけどね、もうまだ残りが1時間ちょっとあるんでゆっくり選べるんですけどね。はい、そしてまず問題のページを見る、得意な科目から入る、で長文が来たらちょっと後回しにする、で取れる問題から取っていく、あとでゆっくりこのレジュメ見てくださいね。
自分が知っている知識で勝負していく。で、最初に選んだものは大体答えになる確率がなんか多いように見えます。で、事例問題が出てきた時にはですね、その枝の中に、問1、問2、問1、まあ、例えば問3と書いてあって A、B、C で E があって、でこの中にこうちょっと事例みたいな問題が出てきた場合はこれは即丸×がつけられません。だからこれはもうステップちょっとスキップして他のところを問題を解いて最後戻られることをお勧めします。じゃあ全部がそういう例を取った問題だったらそのまま次のところ行っちゃいます。で、まずはとにかく言っているように点数を取ることです。エンジンをかけることです。で、時間は2時間ぐらいで回っていけばまだたくさん時間残りますから、で、あとややこしいところで攻めに入るという、そういうやり方ですね、はい。じゃあそうは言っても、これも言っとかないと、受験番号を3回確認してくださいね。これ言っとくのが大事なことです。意外と問題を解くばっかりじゃなくて自分の番号とか間違えるのは いらっしゃるんです。本当にいらっしゃるんで、この受験番号は3回必ず確認することね、はい。それから択一、さて困った2つに絞れる、これ一番多いパターンですね。たまに4つに絞れるという方がいらっしゃるんですけどね、それはちょっと違うよって言ってるんだよね。2つに絞れる、この場合ね、もったいないんですよ。エイヤーはしないってやつ、これ説明していきます。まあ技法ですけどね、受験というのはやっぱりこういうやり方がありますから、A と B と C と D と E と、でこれが問い例えば3としますよ。で、この2つに絞った場合ね、読み間違えてるか読み飛ばしてるケースが多いんです。で、あとは全部分かってるわけだから、もう×とか丸とか分かってるんだから、こう消しちゃいます。そして鉛筆ですね、鉛筆横に置きながらね、文章をこう確認していかれると、なんか丸つけてるうちに自分の目の中にそれが入ってなかったのがポコッと入ってたことはよくあります。まあ、一番典型的なのはね、以下だとかね、非語とかね、異語とかね、そういうやつよくこう見てると、出てくることがよくあります。そういう問題でも取れますよ、はい。まあ、そこで2つに絞った場合はエイヤーはしない、再検討に入る、鉛筆使う、これがポイントです。横に置きながらね、鉛筆をこうやって置きながら読んでいけばよく読めますから、はい。あとはちょっと読んどいてくださいね、全部。そして一巡をしていくんですけども、まあ大体こう、例えば労基同基準法から入ってきて2問ぐらい残してもいいと思いますよ。10問中2問ぐらい残っても問題ないと思う、ね。2問それで各科目2問ずつ残してきたら残り20問あるわけだから、10に20あるから、あとはそれを攻め込めばいいんです、残った時間で。その時にもう少し点数取ってますからね、ちょっと安心感があります、はい。それからマークシートはね、鉛筆でしっかり書いてください。それから試験中に緊張する、これはあります。一瞬ですけども長丁場なんでぼーっとすることがあります。これちょっとだけね、1分間だけね目を閉じて休む、これは結構効果があるみたいです。私いつも言ってるんですけどね、その代わりそのまま寝ちゃダメだよって言ってますけどね、ぐーっとこう効果があるんです、はい。そして1分間目を閉じて大きく息を吐いてもう一回読むと読めるんですよ。今度なんで読めないのかって言ったら、その試験の会場がそういう雰囲気を持ってるからです。家で多分読んでたらね普通に読めるんですよ、はい。それから答えが喉まで使ってる出てきてるんだったら教科書をちょっとイメージされるのも方法です。それから択一でどうもしてもどうしようもなかったら最後に選んだものでしょう、まあ、このような、ね、法則があります。で、見たことのない枝、これ受験生一生懸命本試験で考えようとするんだけど、これはもしそれが答えだったら諦めてくださいと私は言っております。だから7割主義なんです。7割しっかり取っていけばいいんです、はい。そして選択式、これも A という叫びたくなる問題がだいたい1問ないし2問出してきます、まあ、ここはですね、まず選択の解き方としては慌てず全体をまず意味を汲み取ること。意味って分かりますか、何がこの選択肢は言いたいのかという全体の意味を、
そして下のね20はねあまり見ません。最初にまず自力で読んなるべくその空欄に自力で、書いていきます。もちろん全部ヒントの言葉だけでも結構です。はい、いわゆる自力で考えることが一番のヒントポイントです。でこれ出てこない場合に関してはだいたい決まってて択一の用語訳書こういうもの最終的には選択肢に戻ります。どうしても出てこないわけだから。この場合はですね、1回、こんな形かな20の選択肢があったら1番からこう20番まで番号がついてるわけだけどもこの括弧の中に入れるときにここからいちいち読んじゃいけません。横に余白にですねその文章を書きます。例えば1番とかね3番とかこう書きます。時間ありますから。そして改めてゆっくり選んでください入れてください。で前後の日本語に対応するようなそういう解き方をされると日本語のやっぱこう言葉の表現といいますかねそれで取れる方も多いと思います。で続いてはですねいわゆる1週間の最後の前日のアドバイスへ入ってまいります。で1週間はやることを決めてくださいよという話しました。でいよいよこれ明日が本番となれば当然緊張高まります。でもね全国の方一緒だと思ってください。で、まあ、一応では私の方で前日講座はやっております。それに参加される方はどうぞ来てください。はい、でやることは使い古したレジュメこれ軽く復習でいいです。もう今までやったことをそのまま見ていただいてで、やることはやったんだという最終確認をしてで自分にこう語りかけるって私これはおすすめするな、うん、やることはやったともう出たとこ勝負だみたいなそれも大事だと思いますよ。で気持ちをとにかく落ち着かせることだからね。でまあ食事もしていただいて、まあ、12時ぐらいには寝てください。はい、で試験当日なんですけど、ちょっと早めに出かけてください。鉄道等の問題があったりしますから、はい、そして、持ち物等を最小限度にしましょう。はい、で試験はね結構夏がまだ終わりなんで暑いと思いますので駅から途中で汗かくからタオルなんか用意してください。で試験会場でわからないことがあればとにかく聞くことです。それから周りの方でねやっぱこうすごい方いらっしゃると思うんですけどね今日は自分の晴れ舞台ということでもう周りは無視です。完全無視です、ね。はい、そして試験であれと予想してない問題がこれ普通ですよと申し上げておきます。2問選択式ありますよと。はい、そして回答が終わった後ですねお昼に回答は答え合わせをしないことをお勧めします。はい、これはどうしても午後になるとまた違う問題を解かなきゃいけないわけだからね、午前中の選択式が終わったら、まあ、あとはやるべきことはやったでそれで、もうそのままお昼ご飯に行ってください。でお昼ご飯はもう本当に軽食にしてください。それから、試験場ではですね逆に冷房がきついケースがあるんで少し長袖あたり持っていかれることをお勧めします。あとお手洗いの試験の途中に行かれること自体は手を挙げていただいて行っていただいて結構です。それから途中退席はね僕はどうかなと思うけどねしつこいやつが合格するというのをいつも常に言っておりますけどね。でこれ意外と忘れちゃうんですけどね、携帯電話です。これ気をつけてくださいよ。もう電源抜いていくかもうその日はもう家に置いとくでもいいと思いますよ。もう試験中になったら終わりですからこれねそういうことがあるそうなんで聞いたところね。はい、あと試験の会場へ持っていくものですけどももうこの7ページの下を見たらなんか私がお母さんの心境になったような感じだと思いませんか。これもうここまで私やりますからねでどこにこう最後の日こう書いていってくださいよ。でねもうこの持ったとかねもうなんかこう常備薬まで入れてますけど一応ね、はい、これ入れております。はい、それで次8ページでこれは今からこれをもう聞かれた段階で使います。絶対とは言いませんけどね限定文には誤りが多いとだこういうのみ限られる、全て必要もない必要されないされることこういう言葉が出てくると大体まあちょっとヒントがあるかなって、ね、たまに例外的にそれでも丸の枝があるんですけどもまあヒントがあるかなと。そして禁止されているのか禁止されてないのかこれをはっきりと
本試験で区別する1週間の勉強をしてください。それから見たことないものは三角、今さっき言ったように初めてとか書いてもいい。で、正しい枝が多いは、この言葉は一定の要件原則として、こともある場合がある、差し支えない、大体正しい枝が多いんです。大体ね、正しい枝が多い、はい、それで先ほど言いました通り、最後の1週間に確認すべき事項を一覧表を作りました。だからここも全部を、テキストに戻ってられても結構です。使い慣れたものでも結構です。でチェックしていただいて、ここ終わった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 で、こうチェックしていただければ仕上がっていくというふうに思います。まあ、ということでね、わずか30分の時間でだいたい説明いたしましたけど、あの最後の最後の1週間ね、こう詰め方を非常に、最後の詰めをしっかりとって書いた理由は、その1週間にやるべきことをしっかり決めてください。で点数をね、とにかく取っていただいて勝ちに行く、はい、一応ラスト1週間の過ごし方、最後の詰めをしっかりと講義を終わります、はい、皆さん頑張ってください。